タッチタッチ。あ、そうだそうだ。トゥッチ。タ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 ッチするの？タッチするだけ。うん、どこに？お、そうそうそう。あおりにそれで。うん、このシステムなんだね。すごい。じゃあ、おやすみなさい。安心寝れるわ。帽子掛けついてるから。朝からと思うけど、全員寝てたら多分。多少倒れる。でカーテン降りる。どうやって倒すの？どうやって倒したりする？君が小さい。君は死んで倒れない。倒れません。あとは。お疲れ様。すみ。ドライバーからこれ A の M です。アキネーターやらない。音楽機の感じみたいな出た。これが全員グリーン車か。素晴らしい。え、これ何？スマホ。スマホ。え、素晴らしい。本当素晴らしい。ちょっとかな。え、すんごい静かだったね。静かしすぎた。モーターもついてるだけ。え、ちょっと待って、俺あの走行音取りたい。走行音取る。走行音取る絶対。マジ静かそうだよ。あ、これ完璧。グリーン車って感じ。新幹線みたいだね、本当に。うん、今からグリーン車。グリーン車なる。千葉発車14分。初グリーン。今12分。13分か、もうそろそろ。グリーン車ですごい。いろいろとすごい。グリーン車。めっちゃ人だよ、中学生。え？本当に中学生。なんかちなみに進行方向あっちだったら、あっち。うん。ここで大丈夫。たまにあの進行方向向いてないと酔っちゃう人いるから。ああ、そういうこと。わかんない。俺は。進行方向みたいになっちゃう。あんま気にしもないから分かんない。よいしょ。あー、タクトの完璧だね。クリーンじゃん。あ、音楽プレイヤーだ。音楽プレイヤー、これ無駄。サブスマホ。え、これ 何のためにやるのこれ。冷房。冷房か。3球目いいよ。完璧。これも完璧だぜ。え、これ冷房なの？あ、冷房だ。あ、タクト冷房だろ。いいよ、そんなに。あ、ちょっとね、ちょっと発車する、発車進行ちょっと、あの、君たちにちょっと渡してもらうから。うん、食事しに行ったんだ。14分5秒慣れた、発車。お、動き出した。ちょっと頼みがあるな。これもらってくんね。あれ、いいよ、いいよ。ジャケット2人。ありがとう。どっちか、どっちがいい？どっちがいい？あげるよ。助けて。ありがとう。使いようがないから。今日の沖縄行って買ったんだけどね。ちっちゃく使いようがないから。成田エクスプレスをね、こうちょっと下に見る。すごいね、高い。シュエクスプレス。少し静かだね。あっちから音入ってくる。あっちうるせえんだ。あっちうるせえ。
これでいいな。放送だけこれで。音エグね。ちょっと音エグいよ。何それ？有名な人物キャラクターを思い浮かべて、うん、心の中を読みます。すげえ。やってみる。じゃ誰かを思い浮かべて。あの有名人とかキャラクターね。有名人キャラクターが、え、誰がいたの？人に思い浮かぶけどね。人にやらない。人に思い浮かべよう。有名人？ YouTuber とかでも。ああ、じゃあもう確定だ。じゃあチャレンジ。女性？ No。 実際に存在する？ No No No。 黒髪？え、No。 週刊少年ジャンプに関係がある？ありません。髪の毛が生えていますか？生えています。物語の主人公？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 本当に？物語と見えるのかな。じゃあ多分そう、部分的にそうっていうのがあって、わからないっていうの。じゃあ、わからない。一度でも映画に出演した？ No。 しておりません。髪は銀か白色？どっちでもございません。日本人？日本人にしとこうか。学校に通っている？通っておりません。戦う？年齢は20代ですか？いや、違う。分かんない。分かんないって選択肢はある。分かんない。アニメになっている？分かってない。 100% だ。 YouTuber？ Yes。 ゆっくりに関係がありますか？あるんじゃね。帽子をかぶっていますか？かぶっていません。緑色に関係する？関係しない。ニックネームは3文字。できるんじゃないですか？何してるの？あ、違う。3文字じゃない。アキヌタ。ニックネームが4文字。あ、クイズ。アレク。あ、違う。違う。金髪？いや、違う。白髪ですか？いや、違う。女性？でもない。え？もうこれ言ったら分かるんじゃない？性別あんの？え、なくね？何してんの？はい。あれ、YouTuber？ 男性だ、男性。女性？尻尾がある？ある。誰？茶色い？茶色い。え、狼と関係がありますか？え、ないんじゃない？相性がちゃん付け？違う。思い浮かべているの黒猫。ちょっとやってみて。え、全く違うんだけど。リュックもあるな。リュック。適当に。それ出てこないと思うな。絶対出てこない。じゃあやめよう。ちょっとやらしておくの。あ、ないね。え、それ何の審査のやつ？鮭。あ、あるわ。あるの？もうちょっと頑張れば出てきたかもしれない。マジで？じゃあ次。はい。あ、じゃあ誰か思い浮かべて。誰か有名人とかキャラクターとか。誰でもいい。はい、はい、女性？女性。実在する？週刊少年ジャンプに関係がありますか？週刊少年ジャンプに関係ないです。ないですか？ないです。学校に通っている？イエス。イエスなの？戦う？な、戦う？何？戦う？戦わない。高校生？高校生じゃない。高校生じゃない。小学生のキャラクター？
小学生のキャラクター。何年生だわかんない。まあ小学生でしょ。でも分析にそう物語の主人公じゃない、じゃない、人間、黒髪、主人公と同じ学年。違うと思います。お兄さんがいる。お兄さんが何、お兄さんがいる、いない、いない、姉妹がいる、いると思う、いる、いると思う。姉がいる、姉はいないかな、わからないでしょ。実際に存在するユーチューバーの、テレビ業界の人ですか。違う、一般人、一般人は出てこねえ。あ、もう一回仕切り直す、もう一回仕切り直す、そっけ、あ、芸能人ね、うん、もう一回終わりました。あ、覚えたくなあ、もう一回仕切り直す、もう一回、うん、いっぱいずっとわかんないんだけどね。じゃあ、あ、オッケー、はい、いいっすか、いいっすか、一回進めましょう。10巻以上漫画がある。わかんない、漫画ない、知らない、男性、女性、実際に存在する、存在する、はい、テレビ業界の人ですか。テレビ業界って芸能人、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 テレビに出てる人なの。まあたまに出てた。35歳以上ですか。のドラマでキスをしましたか。してないけど。歌手、ドラマ出演経験がありますか。まあ、まあ、あるあるかな。25歳以下ですか。25歳以下、うん、一度でも結婚しているの。お笑いタレント。お笑いじゃない。アナウンサー。アナウンサーじゃない。木原さんや。ファッションモデル？木原さん。うん、まあ、やつらさん。ファッションモデルじゃないじゃん。では、日本のテレビドラマに出演していた。ああ、あるんじゃん。年齢は30代ですか？もう。年齢は20代ですか？違う。学校に通っていますか。通ってると思う。TikToker ですか。うん、多分。YouTuber。YouTuber。弟がいる。いる。弟がいる。弟がいる。一応言うたやん。どういます。思い浮かべているのはお先。TikTok ユーザー。誰だよ、見せてくださいって誰だよ、半分ないです。誰こいつ、本当誰なの。さっきやってみてよ、誰、お先、お先、誰、神部長、全然違う。リストにあります。さっきやってみて、誰、名前、正解は、ん、正解は、わからない。わからない。名前知らない。え、じゃあ俺今度やってみるだけ。なの。もう知らないの。じゃあ。お席。じゃあさっきのでやるよ。さっき。それ。スタート。じゃあ俺かめてください。え、何だよ。何だよ。バカバカのやつ、名前がおかしい。じゃあ、はい、始めましょう。週刊週刊の少年ランプがありますか。いいえ、ごめん、はい、先生、おいしそうな匂いがする。男性ですか。いいえ、存在しますか。はい、テレビ業界の人ですか。お、私は、うん、何、テレビ業界の人ですか。はい、笑わないで。35歳以上ですか。何、35歳以上ですか。いいえ、30歳です。どこまでキスをしましたか。キス、
したかもしれない。多分そう、部分的にそう。でいいや。15歳以下ですか。いいえ。いつでも結婚しますか。なんか保ってる。一中島って書いてある。結婚してない。してないね、はい。日本のテレビドラマで出演してましたか。はい。はい、結構出てる。年齢は30代ですか。はい。30歳です。もう言っちゃったやん、もう。そこ入るんだ。それちょっとね。映画の主役になったことありますか。映画の主役まではいかないけど、でも主役級ではない、準主役みたいな。準主役、部分的にそう、多分違う、家ではないかな、わからない、うん、わかんないね、うん、頭文字が H で始まりますか。 H で始まんない。いいえ。音楽に関係しますか。音楽関係しない。20代じゃない、30代だっつって、あ、30歳だっつってた。だから一応質問出てきたから言ってたから。いやアイドルですか。グラドルじゃない。え、うん、違う。グラドル、いいえ。水に関係ありますか。水、何水飲んでる。水、何か出てきたから、まあ、何かしら多分ないと思う。多分違う。そうでもない、うん、あだ名で呼ばれてますか。はい、あだ芸名だ。ニックネームに伸ばし棒がつきます。の、no、いいえ。いいえ。いいね。お笑いタレントですか。いいえ。目が大きいですか。目が大きい。やめろ、胸が大きい。はい。なんでもその感じ。相性がちゃん付けですか。タン。つかねえ。つかない。呼び捨てだよ、みんな。うん。いいえね。いいえ。ヤッターマンのキャラクターですか。何言ってんの。違うでしょ。違う違うね。絶対あれだろ。化粧品の CM 出ていた。化粧品違う。わからない。わかんない。そうファッションモデル。黄色じゃん。ファッションモデルでもない。いいえ。うん、いいえか。あだ名が有名ですか。はい。3人にアプローチされる役を演じたことがありますか。あ、多分そう。多分部分的にそう。うん、いいや。あ、合ってないね。副キョンでした。副キョンじゃない。いいえ。いいえね。続けますか。はい。あ、待ち静かに、待ち静かに。これは私コイン出したね。ある。はい。な、ないの。なし、なんですか。ある。俺セクシーのビデオじゃない。あ、いいな。 CD を出したことありますか。 CD、うん、ない。ないね。コードプールに出演します。いいえ。ショートヘアですか。はい。SP に出ている。SP？ わからない。何それ。SP に出ている。ドラマ？多分出てないと。多分そこ通ってない。うん。はい。病院に関係してる？病院関係しない。ないね。何だすんか。プロポーズ大作戦に出ていましたか。何？プロポーズ大作戦に出てない。出てない。出てない。バラエティでよく見るイメージですか？はい。はい、おつやりしている。いいえ。痩せている。ニックネームは4文字ですか。いいえ。違うか。3文字。旅をしている。旅してない。あ、し、あ、でも結構外国行ったりしてるから。自分的にそう。そう、うん、世界の山に登りますか。いいえ。それインポットだ。ニックネームが死から始まらない。ニックネームが死から始まりますか。いいえ。じゃあね、結婚歴ある。ない。離婚独身。そう、まだ11歳。季節の、え、季節の言葉に入っていますか。はい。来たんじゃね、これ。夏なぁ、たどり着きました。じゃあ、それこれ抜いて今度は真剣でやる。ガチめに。じゃあね、そのさっきのわけで社内販売はついでなんです。これを確認しに来てる。ガチで思い浮かぶよ。はい、よし、OK。 あれ高いかな、車内販売って。高いだろう。自販機レベルでしょ。女性あ、そうや。10巻以上漫画があり。わからない。人間。人間です。物語の主人公。物語の主人公。こう
あると思う。部分的にそう思う。え、もしかしてスカイライナーとか。ないか。ネクスト。名前が作品のタイトルになっている。名前が作品のタイトルになっている。学校に通っている。よくない。日本人。日本人。剣を持って戦う。戦わない。一度でも映画に出演した。ああ、あると思う。日本のアニメに登場する。アニメって多分声優で。ああ、部分的にそうだね。宇宙に行ったことがある。ない。帽子をかぶっている。帽子かぶってない。ニックネームは3文字。ニックネームないって言われて。ああ、いいよ、いいよ。バイクに乗っている。はい。バイクに乗っている。バイクは見た感じ田んぼだけど。そうだね。まあ、部分的に田んぼでいいし。バイオ。遊戯王に関係がある。遊戯王。遊戯王に関係がある。遊戯王。はい。はい。実際に存在する。します。するんだ。40歳以上である。30だけ。仮面ライダーに関わった。見てない。一度でも結婚している。してるしてる。金色の髪。黄色じゃない。黄色。有名人と結婚しました、まあ、した。子供がいます。はいる。フルネームが8文字以上である。あ、でもダメ。いいか、いいか。いいえ。ヤンキーですか。ヤンキーっぽい。野球に関する話。野球ない。去年からオフェン出ていましたね。出てないよ。はい。野球のドラマに出演してない。ノー。織田信長になったことありますか。あるわけないでしょ。いや、全然違うよ。いや、全然違う。いや、職が当たりません。あるよ。水島君。水島君じゃない。中村監督。おお、ごめんなさい。あうやーい。正解は腹っけじゃないんだよ。言うない。ない。正解は、正解は赤西仁か。知ってる？赤西くん。あの黒木メイズか。ほら、赤西ティア。ほら、黒木メイズだ。どっち？え？仁、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 仁。こう。これなんていうアプリこれ？アキネーター。昔有料だったんだよこの。アキネーター。え、カタカナ。うん。まあ。ちょっと調べるだけ。アキネーター。え、スペル何？あたしはもうアキネーター。 AKINATOA。 アキナトア。アキナトア。もう一回やってよ。すごい面白い。このアプリハマるね。四街道。四街道の次は東千葉。あ、津賀か。津賀、東千葉。いい？浮かんだ？あ、ゲロじゃない。考えちゃう。考えちゃう。赤西が外れたからね。赤西？あれ有名じゃないんだよ。あれ？どこまで行くんだっけ？千葉。男性。男性。千葉行ったら今度あの隣の曽我ドラマに出演しますか。イエス。ジャニーズ事務所所属。な。35歳以上ですか。35。5。はい。はい。2人組グループ。の。
一度でも結婚している？結婚してない。リーダーですか？の嵐のメンバー？答え言うとはい、はい、なんだ。嵐のラップが上手？ラップはね、まあ、下手くそ。下手っちゃう。動物と関係がありますか？相葉くんじゃないか。違う違う、ないないない、絶対ない。マーがつきますか？イエス。松潤じゃん。松潤じゃん。関西出身ですか？出身じゃ分かんない。松本純子。誰なんですか？誰だ？惜しい惜しい。純子。松本純の女装キャラクターだって。誰やねん。女装キャラクター。惜しい惜しい惜しい。いやいやいや。純。はいはい。え？いやもう出てこないよ多分。松純じゃないんだよ。はい、うん、松本純の女装だって。純子って。あの。あるじゃん。城島。うん、しげるが島しげ子みたいあの辺だよね、たぶん。あ、なんかあの、さっき髪の毛アフロコパンとか、うん、あれね、島しげ子。しげ子誰だ、中国って。じゃもう一回、うん、終わり終わり。アキレーターちょっと誰かいるか、こっち見てくれ。どっちかどっち。でもね、さっき結構いい線言ってたよ。ね、松潤って考えたよね。うん、ほぼ正解。なんで急に松本純子になってんの？純子。誰？あのさ、平坦の場所に座ってる人いた。次、つが。つがの次は東千葉で。ほんとこのアプリで。千葉ついちゃう。あと2人。ほんとすごいもんな。2駅。47分到着だからあと9分。うわあ、9分。でも松島はいい、結構いい線出てる。でその後千葉で55分の外房線普通鳴門行き。まあいい線出てますよ。遅れてたら内房線でもいいね。ちょっと見た各県ともさ、ちょっと似てるよね、性質的に。赤西君と、うん、赤西はね、独占ってあるじゃん。独占っていうドラマ、わかんない。まあ、それを見たのはあったけど、出てたから赤西君。ワンちゃん何テレビ？日テレ。日テレか。独占で、あのね、てかほとんどドラマとかはね、テレ朝しか見ないのか。ドラマニュースはテレ朝しか見ないとか。ドクター X とか、ドクターズとか。すごい、いつも床、何が見えるか。なんかさ、その嵐のメンバーですかって今日ちょっと食べるね。ちょっと無理、出したら食べる。でも嵐でラップ生まれてショックじゃん。そうなの。賞金ラップがいいよ。だって嵐のなんか歌ラップよく見えけど沖縄行かない。そこ一番遠い。いや、沖縄まで2時間半ぐらい。あ、危ない、落ちる、はい。ありがとう。ありがとう。これ全部、ま、全部一緒に食べるとさ、なんかあるんでしょう、ね。うん。
美味しい。全部食べて。ピンクが出てこない。うん、いっぱいいる人が。うわ、本当だ。津賀ってそんな人乗ってくるよね。しかも全部グリーン車じゃん。グリーン車乗ってくるやついっぱいんだけど。びっくりだっつって。味を言ってみて。そろそろ上くる。あれ。うん。違う、これ千葉としもない。江ノ島爆弾発。コーラも170円だな。108円だったら自販機で108円買えないや、うん、おー、貨物。おお。そっか、貨物通過するのすごいね、ここは。JR のいいとこだよね、うん、たまに運命的に貨物がうわぁ、すげぇ。あれは何だろう、あれ何どこだろう。マジで本当に帰ってきた。ガチ帰ってきた。ガチで帰ってきた。いや、こんな快適なことはない。セクミン車は初だったけど、いや、これ一緒の思い出だと思うよ。はい、人生初だよ。人生の中で1回目だよ。この11時55分したのやつ、15年生きてきてさ、結構16年15年生きてきて、そう、まだ11時なんだね。そうね、感覚がちょっとね、もう俺2時ぐらいだと思ってる感覚。ほんとまだ昼間になるでしょ。そう、昼間だよ。そう、朝出てきたのがまあまあ早いから。そうだね、確かにまあまあ早いから。本当に今休みの日ならワンちゃん寝てるよ。まだ俺も寝てるよ。ついちゃった。ついちゃった。あ、ついちゃった。スマホで準備よ。Are you ready? これが千葉なの。 Are you ready? これ東千葉じゃん。まだまだだよ、あと一駅。え、でもちょっと待って、ちょっと駅、これ通過か。通過なんだ。おっそ、おっせー。これの全く走って勝てるんじゃないわ。走って勝てる。ジャンプで速く感じた。でもこれ高いからあれか、速さを感じてないだろ。なんだ、さっきのカメラの作動する。さっき誰なんだよ。待って、ここ車両来たら誰だこいつ。ではないだろう。お先って、お先って。お先って名前で王をつけてお先。待って、もうすごいいっぱいある。誰ね。お、芝生としも乗れるとまた合流で。本当だ。いや、実はそいつがその学生だと思うけど、高校生か小学生かってことで。え、すごいね。誰だお先って。先。もう誰あれです。ガチ見て。多分。え、もう千葉着いた。うん。
早くない？もう千葉なんだ。千葉だ。千葉の中心。うん、千葉駅。ザ・千葉じゃん。ザ・千葉。すごいな、ザ・千葉。席戻してくださいね。なんだこれ？運転の訓練のやつかな。何あれ？すげえ。すげえ。鉄泊かよ。鉄泊だな。あ、でもあれだ、幅は同じだ。あ、でも京葉線の若潮駅だ。若潮駅、京葉線じゃ完璧な若潮駅。ここで加速するんだ。お、先頭が見えるね。揺れるね。うん、地面あれすごい、すっげー揺れる。さすがグリーン車。グリーン車、グリーン車って素晴らしい。階建てグリーン車考えた人、天才。天才。天才。尊敬する。天才。天才。いやー、マジで。もっともっと多いね。駅の中で再加速する。さあ、席戻そう。じゃあ、戻す。じゃあ、戻して。頑張りー。